この芝中達の地棒見せてやろう。花崗園将軍が撃たれただって？嘘だろ。あの花崗園将軍だぞ。曹操様の本体の到着までは時間がかかる。このままじゃ俺たちは。あれほど戦意の高かった軍勢が花崗園殿が撃たれた途端崩壊したか。将軍一人でこの有様とは。これがもし曹操殿であったら。芝居あざなは中達。曹操に才を見出され再三の出仕命令を受けて軍師となった。曹操は長老を討ち漢中を手に入れたが蜀軍に攻められる。芝居は漢中の防衛を任された花崗園に従っていた。だが歴戦の猛将花崗園がまさかの討ち死に。魏軍の陣内は混乱を極めていた。皆さん落ち着くのです。浮き足立っては敵の思うつぼですよ。花崗園将軍に代わり私たちが指揮を取ります。残存部隊をまとめてください。将校様、各愛様。承知しました。ほう、これは。お見事。お二人の活で軍が落ち着きを取り戻した。おお、芝居殿、あなたはご無事であったか。なんとか兵の動揺は抑えられました。しかし厳しい状況に変わりはない。ここはぜひあなたの知恵もお貸し願いたい。何、知恵というほどの策はいるまい。曹操殿が漢中へ引き返してくるのであろう。ならば交代し防衛戦を引き直して耐えるのみよ。なるほど、ではすぐに軍を交代させましょう。漢中を取られたのはこちらの策の甘さゆえか、あるいは、いや、今は眼前の状況に専念するとしよう。
してやろう。消え失せろ。まさか花崗炎将劉備は帝軍山に構えているようだな。お完膚なきまでに叩き範疇で、父上、これからどうするんです？全軍に鉄郎山へ向かうよう伝えよ。花崗坊将軍が南安で窮地に陥っている。早く助けに行かねば。だが救援すればこちらが手薄になる。ここを敵に奪われたら俺たちの責任になるぞ。落ち着け。お前たちがうろたえたところで何も始まらない。諸葛亮を討ち、諸君を完膚なきまでに叩く。二度とこの地を踏めぬようにするのだ。諸葛亮は天水にいるみたいだ。脅威だけじゃきついだろう。助けないと。スーフォー。この陣形、あなたの手によるものです。あらがんの今は必要な奴才です。諸君だと？星をバカにしているのか。先で惑わそうとしてもそうはいかぬ。撃てろ。撃って出る。要所を抑え、戦を有利に導くのだ。今日はやはり素晴らしい才能でした。何としても味方に引き入れなければ。やっぱり大変だ。キョイ、無事でよかった。よくあの諸葛亮相手に持ちこたえたな。ああ、加工派殿。おい、キョイ。馬の空だな。なんだ、もう少し嬉しそうにしとけよ。芝居殿、職軍を追撃しなくてもよ。
諸葛亮はあの脅威を引き込んだようだ。うっ、忌々しいが、もはや我が軍の陣容は敵に筒抜けよう。今追えば、ならばここは潔く兵を引いた方がいい。それに芝居殿、承知しました。関中方面の守備は引き続き私が当たります。ここには花崗園将軍が残した。ほな、あまりに早すぎました。あなたの身をあと数年続け、天下は乱世の先へと進めたであろうもの。芝居、よくぞ諸の進行を食い止めてくた。いいえ、存じ芝居一族が、いえ、父上、今回の陛下のご沙汰はあまりにも理不尽です。あの時将が陛下に不敬を働かなければ、私が嫌味の一つでも言っていたでしょう。でしょ？ほら、冷静な兄上ですらこうですよ。父上、今から陛下に言って蟄居を撤回してもらいましょう。そう騒ぎ立てるな。陛下はまだお若い。帝位についたとはいえ、古くからの臣を抑える力がないのだ。父上、ですが、それにすぐに蟄居は解ける。旦那様、勅使がお見えです。諸葛亮の軍勢が五条原に侵攻したため、至急対策を講じてほしいと。主人の前でもないのによくしゃべる口でしたわ。やはり来たか、諸葛亮。そうだろう、そうだろうとも。だが、思っていたよりも早いか。奴にしては焦って。父上、まさか全部お見と。諸葛亮をおびき出すため蟄居を受容されたのですか。もしや各地にばらまかれた残言の文、諸葛亮の策と見抜いた上で。はあ、やっぱり父上はすごい。敵は五条原と言ったな。ふん、なるほど。春夏よ、勅使に伝えよ。五条原の職軍を攻めてはならぬ。絶対に兵を動かすなとな。承知しました。短いお休みでしたわね、旦那様。師匠、すぐに戦の支度をせよ。我らはこのまま五条原に向かうぞ。
したか死ぬけども、砦から出てくることもできねえのか。戦え。神秘殿、真剣栄殿、この五条原で諸を完膚なきまでに叩く。諸葛亮、貴様の名脈もここまでよ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。敵もお腹が空けば力が出ないはずだよね。この食料は私たちがもらいます。おいおいおい、簡単に兵糧を渡すと思うのか。輸送部隊は俺が守る。仕置きしてやろう。消え失せろ。食料を奪えませんでした。ダメだな、もっと筋肉をつけないと。よし、無事に兵糧は守れたな。さすが俺だぜ。敵将、私が討ち取った。造作もないわ。国道を行く敵兵器の護衛が手薄なようだ。倒せには絶好の機会だな。よし、かかれ。敵の兵器は随分減りました。この調子で全部壊してしまいましょう。これ以上トラ戦車を失えば戦況に影響が出る。深刻な状況に陥る前に撤退せよ。造作もないわ。私が撃たれれば士気が混乱する。何があろうと倒れるわけにはいかない。
は軍の統制が。お師匠、申し訳ございません。修練を積み、再戦を期す。うん、造作もないわ。よが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。やりましたね。敵の畑はもう見る影もありませんよ。造作もないわ。さすがの腕前。俺たちの畑がダメになっちまった。この先どうやって兵糧を賄うんだよ。相手となりましょう。トラ戦車の数は少々心もとないですが、逃がしはせんぞ。孔明様のため死力を尽くします。このままでは戦線を維持できませんね。一度下がり体勢を立て直します。造作もないわ。素晴らしいご活躍、お見事です。
はやこの地を守りきることはできません。皆さん、速やかに撤退してください。月影軍団撤退、承知しました。まさか敵が追ってくるとは。ああ、このままでは追いつかれてしまう。ほらほら、背中がガラ空きだ。よし、この奴らを挟み撃ちにしてやれ。五条弦の部隊との攻撃が成功しましたね。これこそが私の秘策です。背後からも敵が。撤退と見せかけ攻撃に持ち込む罠とは。もはや万策尽きました。孔明様、申し訳ありません。防御に当たるとしよう。ここは一度引きましょう。思い知ったか諸葛亮、この決戦我らの勝利だ。芝居殿、諸軍が一斉に退却。そうか、将、追撃。諸葛亮は亡き劉備の志を果たすため北伐を敢行。だが芝居の迎撃に遭い、攻めきれぬまま五条弦に没する。後を託された脅威も当面は国内の安定に努めるほかなかった。一方、蜀と連携し魏に攻勢をかけた呉も似た状況にある。度重なる戦に兵も民も疲れ果て、国力回復には時間を要した。五色の魏侵攻が失敗に終わった今、魏に攻め寄せる敵はない。だが魏はこの機に片付けておかねばならない敵を抱えていた。父上、母上、失礼します。お呼びでしょうか。
巷は高尊園が反乱を起こしたって大騒ぎですが、もしかしてその件で？そうだ、義弟宗英殿からご加盟を賜った。速やかに領土へ赴き高尊園を討伐せよと。洛陽にいる父上に領土へ行けと？どうしてそんな面倒な中原には他の将もいるでしょうに。ふん、すでに官球権が直を受けて討伐に出た。だが奴は力任せの傭兵しかできぬボング。無様に敗北を重ね呪春に逃げ込むありさまよ。高尊園は官球権殿に勝ってますます勢いづいてしまったようよ。炎王なんて自称してかわいそうな人ね。高尊園が呪春を攻め取り呉の侵入を許すようなことが起これば厄介だ。ゆえに我らで迅速に高尊園を討つ。だがその前に、しよ、こたびの戦から。なぜ兄上に？父上もこたびの戦には出られるんじゃ。もうどうして言わなくてはわからないのかしら。あなたたちの成長のためよ。旦那様は自分の目が黒いうちにいろいろ学ばせたいの。うん、諸葛亮が死んだとはいえこの乱世を終わらせるにはまだ障害が多い。それらのすべてを私の代で一掃できるとは思えぬ。ゆえに私の死後お前に権限が移るようこの戦で実績を残せ。どうかしら、資源。承知しました。謹んでお受けします。必ずや高尊園を討ち取りご期待に沿う結果を残しましょう。まあ兄上の指揮なら皆安心してついてきますよ。うん、しよ、急ぎ手はずを整え領土へ向かえ。将よ、お前は補佐に回りよく兄を支えよ。高尊園はこちらの降伏勧告を断ったようね。自ら袋小路に飛び込むなんて愚かな人。ですがこれで奴を生かす理由はなくなりました。恩情を与えても後々の懸念材料になるのならここで根を絶った方が義にとって良いでしょう。まあそれがあなたのやり方なの？旦那様よりはっきりしているのね。一体誰に似たのかしら。兄上、高尊園が出した救援要請を呉が飲んだらしい。呉軍は兵を二手に分けて進軍中。こちらの背後を狙うつもりなんですかね。厄介なことになってきました。案ずるな将。確かに呉は厄介だが相互に密な連携が取れているわけでもないだろう。相手の出方次第では逆に利用できるかもしれん。冷静に対処すればいい。さすが兄上。兄上の記念すべき第一歩を勝利で飾るべく俺も頑張りますよ。シオ、お前の手腕とくと見せてもらう。くれぐれも無様な姿を晒すなよ。敵は城平城にあり、速やかに高尊園を討ち乱を鎮めるのだ。
退けたか。別動隊との攻撃を計画していたようだな。ならばその策利用させてもらおう。将と連絡を取り敵に合図を送らねばな。造作もないわ。父上大変なご活躍で。海側から突入だ。何？義軍が西から。やつら船を使って上陸したのか。敵を通すな。ここは死守する。この地の守りを崩されるとは。ディクソン殿、任を果たせず申し訳ない。敵将、私が討ち取った。造作もないわ。まったく激しい抵抗だったぜ。こんな戦いするもんじゃないな。
我らの勝利よ。愚者の相手はこれで最後にしたいものだ。高尊園の一族は皆処刑せよ。洛陽にいる高尊園の兄も逃すな。兄上、何もそこまでしなくても。洛陽の高尊公は高尊園が乱を起こすと見越して征伐軍を起こすよう前々から進言してたわけですし。いや、勝利、今はその気がなくとも血が残れば一族が罰せられた恨みも必ず残る。判断の温床はこの木に潰しておくべきだ。そんなもんですかね。シオ、随分と苛烈だな。采配をお前に任せると言った以上口出しはせん。だが理にかなっていたとしても、あまりに非情な処遇は新たな火種を生むぞ。兄上、父上だってそう言うんです。少し考え直しては。確かに父上のおっしゃる通りですが、その火種すらも根絶する姿勢を見せれば最終的に反発は起こらなくなるでしょう。この乱世を終わらせるには時に過激さも必要。父上がお仕えした先帝宗妃殿もそのように進められていたのでは。旦那様、一度は資源に任せるとおっしゃったのに結局口を出されて。資源は資源で頑固なのだから、どうして我が家の男たちはこう。まあまあ母上、その辺で。同じというか、よかろう。お前のやり方最後まで貫いてみせる。父上、兄上、ご加盟は果たしたことですし、そろそろ洛陽に帰りましょうよ。芝居殿、高尊園の討伐ご苦労だったな。しかし貴殿が討伐に赴いている間に陛下の病は熱くなり、先日ついに崩御なされた。なんと痛ましいことだ。宗英殿は宗妃殿の聡明さを継がれて、皇太子の宗法殿はまだお若い。かねてより宗英殿から打診されていた通り、宗法殿の補佐には私と貴殿がつくと。そこで貴殿に相談があるの。職は長年漢中に軍を駐屯させていたが、最近になって今こそ長年の敵である職を攻め滅ぼす好機ではないか。それは愚策と言わざるを得ませんな。なんだと。職が漢中から兵を下げたのは、より兵端を維持しやすい場へ移動しただけのこと。今攻めればこちらに損害が出ましょう。何と言われようと、こたびの職討伐には貴殿以外の賛同が得られている。この決定には従ってもらうぞ。父上、本当に職に戦を仕掛けるんですか。この前反乱が起きたばかりで東の方がまだ不安定だって。義弟宗法殿の貢献である宗宗殿の決定だ。我らが留守の間に手回ししていたらしい。大将軍宗宗殿か。今職に攻め込んだところで何か得られるとは思いません。いや、宗宗殿の狙いはおそらく実績だ。同じく陛下の後見人である父上と違って、自身にほとんど軍功がないことを気にしたのだろう。
実績って、別に戦にこだわらなくても、乱世が終わればそもそも軍港なんて生まれなくなるんですし。あのボングにそこまでの展望はなかろう。奴が戦にこだわるのはひとえに私か。きっと曹操殿の養子であったカーン殿やその取り巻きにそそのかされたのね。以前はもっと素直な方だったもの。しかし父上、このまま攻めれば蜀と対するのは高青山になります。かの地は傭兵が難しい。戦に不慣れな曹操殿の指揮では勝機は薄いかと。こたびの出陣は取りやめるべきでは。兄上の懸念はもっともです。俺もそんな山に行くより洛陽でのんびりしたいですよ。私とてこんな馬鹿らしい戦には参加したくない。だが曹操殿の命を無下にするわけにもいかん。お前たちも高青山へ向かうよ。ふん、しばし殿、高尊園討伐における活躍は聞き及んでおる。それで義の大将軍たるこの私に一体何の用かな。恐れながら、こたびの我が軍の布陣について申し上げたき懸念がございます。懸念だと？現在我が軍の兵力は前線に集中しています。これでは後方に敵の奇襲を受けた場合、前線部隊が孤立。艦中周辺は隘路が多く奇襲を受けやすい地。ここは一度兵力の配分を再考し、奇襲に備えて後方の防備を厚くするべきでは。ふん、芝一族は皆こぞって小賢しい理屈を並べおるわ。奇襲など受ける前に蜀を倒せばいい話よ。いや、それはさすがに無茶ですよ。あまり敵を甘く見ない方が。良いか、これは宗家たる宗一族の戦。圧倒的な兵力で敵を押し潰す堂々とした戦でなければならんのだ。私は自ら前線の部隊を率いて一気に艦中を落としてくれよう。貴様ら、つまり特に策はなく、まっすぐ兵を行軍させると。そんな方法で蜀が倒せるなら、過去の英雄たちがとっくにやってるって。まったくだな、呆れて物も言えん。だが我らまで無責任になるわけにはいくまい。行くぞ、勝てぬ戦であったとしても。私にかかれば蜀など敵ではない。手始めに艦中を落としてやろう。まさにこれよ。カカイ、
咳込んでないか。俺が来たんだ。安心してくれよ。義軍に遅れを取るとは、メトドに申し訳が立たん。よし、ここで防御体制を取るのだ。よし、行っとくか。あの辺をいただきたぜ。場所を見つけた。そこに向かって進軍を。逃がしませんぞ。戦に失敗した。あの一点に抑えられない。敵の攻め防ぎ切ったか。ならばここからは攻めに転じなければ。造作もないわ。父上、大変なご活躍です。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。義軍がついにここまで。落ち着いて敵に当たれ。の援護に向かう。みんな進め。アラガンの義軍め、調子に乗るなよ。この艦中は絶対に渡さんぞ。俺がいながら敵に艦中を、なんて情けねえ。艦中は取った。逃がしをせんぞ。このまま進むぞ。兵どもに疲れが見えるが気にすまい。なんとか艦中まで進軍できた。兵たちが弱音を吐こうと休ませるな。体勢を整え。大将軍、少しお伝えしたいことが。この先の要害はすでに職軍が固めています。攻め取るのは、加えて背後の兵隊が長く伸びきっています。このまま進んで奇襲を呼び込めば、長安との補給を断たれ全軍が孤立することに。黙れ。大将軍に意見するか。私に退却を進め、先行を得させぬ魂胆であろう。いいえ、そのよ。曹操殿、私も柴将殿に賛同いたします。兵や牛馬の消耗が激しく、これ以上の戦は得策ではありません。下高原までそのように申すか。私はお前たちの気概を試したのだ。我が軍はふぬけな集まりのようよの。これでは先に進んだとて無駄であろう。全軍に撤退を命ず。速やかに洛陽へ帰還せよ。口添えありがとうございます、
花光源殿、助かりました。芝生殿、苦労をかけて申し訳ない。曹操殿は一族に栄誉を取り戻さね。わかっていますよ。ですが今回の敗退はかえって曹操殿の真を知って。それも致し方ない。こたびの戦も芝氏殿や芝生殿、そして一部の有能な将らの活躍がなければ危なかった。宗妃殿や宗英殿が築いてきた義が今の宗一族によって脅かされている。呉や蜀につけ込まれる前に何とかせねば。宗家に近い真には花光源殿や花光派のような国のために才を尽くす人がいる。曹操殿らがこれ以上軽はずみなことをされなければ大丈夫ですよ。俺たちも楽陽に戻りましょう。父上、お話があります。大将軍は高青山で敗退してから宴ばかり、少々の機嫌取りに不信しているようですが、そのために先帝の代に貯めた財が費やされ、五色に対する防衛さえ維持が困難な有様、このまま大将軍に国政を任せ。危険って、兄上まさか。曹操を除き我らが実権を握るということか。その手は諸刃の剣と知ってのことだろうな。曹操が国を内側から害するものであるのは事実だ。しかし国内には曹操殿や曹丕殿への恩義から曹一族に対し忠を尽くす臣、曹操を廃すならばその者らの反感は免れ、最悪国内を二分することになろう。相応の覚悟を持ってやらねばならぬぞ。兄上、もとより覚悟の上です。先日の高青山の結果に誘発され諸君が動き出しています。おそらく近日中に戦端が開かれるでしょう。その前に国を弱らせる病を。旦那様、大将軍は狩りにお出かけになっているとか。ことを起こすのなら今。うん、曹操らが洛陽を留守にしている今が好機。迅速に取り掛かるぞ。宮城へ向かえ。芝氏殿らが兵を率いて城に向かったと。各ワイ殿、諸葛丹殿、これはまさか。おお、いよいよ芝氏殿が立たれたのか。まさに皆が待ちわびていた瞬間よ。曹操殿は高青山から戻ってからというもの、宴会を開いては宝刀三昧、民の税をあのように使うなど看過できぬ。諸が義へ攻め込む気配を見せているというのに、大将軍は軍備のための費用を遊興に充てられた。このような状態で諸に攻められたらと、毎日毎日心配で今にも寿命が縮みそうだ。皆、芝氏殿が呼んでいる。要件は言うまでもなかろう。承知した。私の命燃え尽きるとも
この国を真に守る。自分は芝居殿に見出された身、そのご恩を返すためにも任を遂行する。おのおの賢明な判断だ。すぐに宮城へ向かうぞ。大将軍が勝つ。みなよく集まってくれた。大将軍曹操は今洛陽を留守にし狩りに興じている。この機に乗じて奴の持つ権力を全て奪い取る。兄上、確かに曹操は国政を担う器ではありませんが、どうにか穏便に済ませら。将、腹をくくれ。生半可な対処では国の根幹にたまった海を取り去ることはできぬ。これは乱世を終わらせるために必要なこと。我らの天命なのだ。わかりました。よし、曹操が戻ってくる前に速やかに洛陽を制圧せよ。その後敵外の曹操を討つのだ。私が討ち取った。父上、大変なご活躍で防衛を命じる。脆弱な守備で隙を見せるな。私が討ち取った。父上、よくまあお元気で。俺、客族どもめ、よもや貴様らなどに敗れようとは。宮城はこのしばしが制圧した。無駄な抵抗はやめよ。よっ、せい、ほう、造作もないわ。まあ旦那様、そんなに張り切って無理をなさって腰など痛められませんよ。定筆様が敗走しました。洛陽宮城が芝居の手に落ちた模様です。私の城が、これ以上好き勝手させるな。
逃がしはせんぞ。曹操様のため洛陽を取り戻すのだ。さあ行くぞ。俺芝一徳兵衛、我らに取って代わるつもりだったとは。仕置きしてやろう。我らが勝った真意がまだわからぬか。ゲームで曹操、貴様を巨匠へ連行する。強心でありながら私に弓を引くとは。葬儀の心だからこそよ。この葬儀は偉大なる曹操殿が礎を築き、聡明なる曹丕殿が盤石としてきた。私も三代、いや四代か、長きに渡り使う。その隆盛に力を尽くしてきた。それを貴様のようなバカが乱し、食い潰すことは断じて許さん。死んで亡き曹操殿、曹丕殿にお会いし、己の愚かさを詫びてくるがいい。おのれ、この三奪者どもめ。三奪か、もはやそれ以外に手はないのやもな。曹操様やカーン様が国政を乱したトガで芝居様に処刑されました。なんだって。曹操殿は確かに死体続きだったけど、いきなり処刑だなんて話が急すぎる。いや、それで洛陽に大きな混乱がないってことは、諸々はみんな曹一族を見限ったってこと。それだけではありません。曹操様に組みし謀反を企んだとして、花高原様に。花高原殿が、あの人に非はなかったはずだ。この機に曹家と近い者を一掃する気なのか。いくらなんでも話が大きすぎ。いやいや、過激な芝士殿ならそれもあり得る。これはいよいよやばいな。高波殿、今後は花高原殿に代わり、私が諸区政党の指揮を取ることになりました。聞いてるよ。花高原殿のことは残念です。どうか花高波殿は私と共に先行を立て、芝士殿たちの信を得られますよう。いや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 、そう簡単じゃないって。曹操殿の咎で花高原殿まで累が及んだんだ。
そのうち俺の番だって。あと何人くらいだ。1人、2人、3人。ああ、参ったな。まさか戦場の外で命の心配することになるなんて。そういや、いとこが職の長妃の嫁になったって言ってたっけ。いやいやいや、それ頼るってのもなんだかな。大体職は父さんの仇だってのに。とはいえ他に当てもないしな。考えててもしょうがない。ダメでもともと職に行ってみるか。加工派が職に亡命したぞ。しばし殿は曹操のいとこ加工源を処分した。家柄を見て不穏分子と判断したようだ。それを見た加工派は次は自分の番だと思ったんだろう。兄上はやりすぎたのか。そうね、悲しいけれど。甘いな。しばし殿は当然の対応をしているぞ。曹操の件で一部の者は芝一族を三奪者と見る。ことを起こそうとする者も現れるかもしれない。目は出る前に潰しておくべきだ。それじゃ権力で押さえつけてた曹操と同じだろう。いや違う。しばし殿は曹操など問題にならぬほど有能だ。葬儀の命運は彼に握られていると言ってもいい。だからこそ資源殿のことを快く思っていない者は少なからずいる。だがそれは現時点でのこと。しばし殿の進化に周囲が気づくのはこためらうな。お前も必死にしばし殿を支えろ。そうでなくて。それを言われるときついな。俺も。分かったなら行動で示して。これからのことを資源殿と相談しなくては。曹操を討ったことで芝一族が朝廷の権力を掌握しましたね。心よく思わぬものも当然出てくるでしょう。己の被災を恥じぬ人間のなんと多いことか。私の才能に嫉妬する輩たちと同じ類のものです。紹介殿、控えられよ。お前すぐ自分の話に持っていくのな。ふん。まずはそういった輩を黙らせる。その上で双方を廃し双方殿を擁立すればいい。シオ、今の段階ではお前はまだ曹操から地位を奪い成り変わったに過ぎん。その上で新たな帝を擁立したいだと。状況だけを見ると董卓と何も変わらんな。お前の理想である曹操殿の擁立、皆が理解し納得できる形にできるのか。無論です。その思いがなければ曹操を切りません。ならばもう何も言うまい。シオ、やるからには貫き通せ。
芝居殿、横領殿。いえ、横領が反乱。私のできることなら何でもいたします。ですから我が妻だけはどうか、どうか。かくわい、お前の忠心は疑いようもない。奥方の件は私が何とかしよう。おお、なんという慈悲深きお言葉。では私はこれで。かくわい、いつも以上に顔色が悪かったですね。あれの妻は横領の妹だ。血縁者として罪が及ぶと怯えるのは至極当然だろう。だからといって。少爷、これは情の問題ではない。奥方の除名が叶うかどうかは各愛の働き次第よ。父上、横領討伐の準備が整いました。将、お前は各愛に早く持ち場に着くよう伝える。はい、わかりました。今は同勢力で争っている時ではない。世を乱す逆賊、横領を討つ。敵の要所を叩く。ここを五軍に奪われたら面倒だ。そう、兄上に後で何て言われるか。敵の援軍が来たなら仕方ない。やられる前に一気に城を攻め落とす。ここは兵器の出番だな。城門を破って一気に型をつけるぞ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。城も落とせずにやられるなんて。ああ、完全無傷だ。呪神に進軍する。逆賊横領を討つのだ。
に連れてってやるよ。進軍開始してもいいよな。国家を思うがままに操る芝一族を討つ。わしは断固として戦うぞ。いい場所に連れてってやるよ。進軍開始してもいいよな。抗うな。わしの力ではここらが限界か。だが貴様らに不満を持つ者はこの先も。乱は制した。しかしこの勝利、身を削っただけの虚しきものよ。父上、乱は収束しました。反乱分子の身内の処罰は通例に従いますか。芝居殿、どうかどうか。かくわい、分かっている。シーよ、乱の後始末について相談がある。芝居殿、うん、芝居は王領の反乱を見事鎮圧。その功績により彼の実権はより強くなった。いよいよ芝居が義を乗っ取るのか。そんな噂が流れていることが芝居には面白くて仕方なかった。早々に見出され、数々の場面で検索。総比にも仕え、国外の敵を何度も跳ねのけた。彼らの死後も葬儀のボングを排除し続けた。その結果が三奪者である。芝居は人の感情の虚ろさと高貴なき国の危うさを痛感していた。久しぶりに見ましたよ、それ。急に呼び止めて申し訳ありません。ふん、老子の僧はお前たちに引き継がれなかったな。してなんだ、二人揃って天気の話でもあるまい。皇族たちの行への移送完了しました。父上を排除しようとする奴らもこれで容易に彼らを担ぎ出せなくなります。父上。いや、我が老子の僧を警戒した曹操殿は大した先見の明があられたと思ってな。曹操殿は頓声していた私の才を買い、この義の中枢まで引き上げた。我が野心の危険性等を天秤にかけ、結局は我が能力を取ったのだ。当時の私にはそれが不思議で仕方なかった。そもそも私は曹操殿を裏切ろうなどと微塵も考えていなかったからだ。父上、しかし今の我らの所業はどうだ。この宮廷の実権を握っているのは。なるほど、言われてみればそうですね。曹操殿は曹丕殿という有能な後継者を残した。
誤算だったのは宗妃殿が創生したこと。良いかお前たち、この先多くの才ある後継を育てよ。私がおらずとも、ボングがはびこるよう許さぬようにな。はっ。はい。